ペルダナはプロトンが製造販売している自動車である。1995年に発売。5代目三菱エテルナをベースとし内外装の小変更が施された。エンジンは三菱自動車工業の直列4気筒2リットル 4G63 型サイチェシー1 6バルブエンジンを搭載した。またアンチロックブレーキシステムやクルーズコントロールなどを プロトン車としては初めて装備したモデルとなった。1997年にはマイナーチェンジが行われ、フロントグリルやインテリアのデザインが変更され、同時にシンボリカラーが追加された。1999年には三菱自動車の V 型6気筒2リットル6 a 1 2型 DOHC24 バルブエンジンが新たに搭載された。次回オンエンジン搭載モデルもしばらくは、 平売されたが、2000年からは V6 エンジン搭載車のみのラインアップとなった。2003年にはフェイスリフトが施され、フロントグリル、バンパーなどのデザインが変更された。同時にリアドアブを25センチメートル延長したペルダナ V6 エクゼクティブが発売された。2013年12月に政府公用車として販売を開始した。8代目ホンダアコードがベースとなる。 当初販売されたモデルの外観はアコードそのものであり、販売も政府機関等に限られたが、2016年6月のマイナーチェンジで外装が一新され、同時に一般向け販売が開始された。ありがとうございます。